北海道旭川市の JR 旭川駅前の商業ビル、マルカツデパートのテナント約20店舗が5日、一斉に退去する事態になった。ビルは老朽化などで今月末に閉店予定だったが、ビル運営会社の電気料金未納のため6日午前9時半に電気が止まることになり、営業を断念せざるを得なくなった。運営会社の社長が9月下旬に詐欺未遂容疑で同警に逮捕された後、北海道電力ネットワーク旭川支店からテナント側に送電停止の通告があった。テナント関係者は、清掃会社への支払いも長く滞納していたようで、ビルの裏はゴミの山になっていると明かす。ビルは地上7階、地下1階で、1から5階に衣料品や雑貨など約20点が残り、閉店セールをしていた。